おととい最大64センチの積雪を観測した新潟市中央区。積もった雪にはある変化が起きていました。足元の方を見てみますと、これまでの新雪と比べてやはり水分を含んでおりまして、ぬかるんでいるといいますか、ちょっと足を取られるような、そんな雪となっております。このぬかるんだ雪に タイヤが取られる車も見られました。注意が必要なのは足元だけではありません。こういったところもやはり屋根の方から雪が少しせり出してきているのが分かりますね。気温の上昇に伴い屋根の雪が溶け出し、水が滴る様子も。こうした現象は落雪の危険信号だと雪氷防災研究センターの上石功センター長は指摘します。気温が上がったり、それから雨が降ったりして、その水がですね、そこの板の上にこう来ますと、そこの上に乗っている雪が落ちやすくなる。でそこでそれの前兆現象として、水が滴るとかですね、それから雪がこう張り出してくるというふうなことが見られます。こちらは落雪の危険性を検証した映像です。屋根の下に止められた車は高さ5メートルからの落雪によって上部がへこみ、フロントガラスは大きく破損しました。人が乗ることができるほど頑丈な木箱も破壊されるほど強い衝撃が加わることが分かります。硬い衝撃のあるものに当たって怪我をするということもそうですし、それからもう一つは柔らかい雪が落ちてきて、体が動けなくなって抜け出せなくなって、大きな事故につながると。また水分を含んだ雪により建物が倒壊する恐れも高まっています。防災科学研究所などが開発した雪の重さを推測するシステムでは、積もった雪の重さが山間部で1トン以上になっていることが示されています。これは雪の多い少ないによって重さも変わってきますので、雪の多い場所については重たくなっているという状況になっています。それを見てタイミングよく雪下ろしをすることを、検討いただく一つの材料かなと。今後気温の上昇が予想されるため、県も屋根からの落雪や雪崩などに注意するよう呼びかけています。